1466年、アンティキテイツイデイスの使用、ポーランド国立図書館所蔵。ユダヤ古代史とは、ユダヤ人の歴史家であるフラウィウス・ヨセフスによって書かれた、天地創造からユダヤ戦争の直前までが記述されている、全20巻のユダヤ史書である。フラウィウス・ドミティアヌスの知性下のおよそ西暦94年、もしくは95年に書かれ、 ヨセフスの講演者である非ユダヤ人のためにギリシア語で書かれている。初めの十巻はヘブライ語聖書のモーセ語書から歴史書の範囲が、後の十巻は聖書の範囲を超えてユダヤ戦争直前までのユダヤ人の歴史が綴られる。その前二十巻という構成と、ユダヤ古代史というタイトルはディオニュシオスのローマ古代史に習ったとされる。ヨセフスのもう一つの著作である。 ユダヤ戦記とともに、ユダヤ古代史は、初期のキリスト教や一世紀のユダヤ教の理解を望む、歴史家に対して価値ある背景を提供しており、ヨーロッパのキリスト教徒や、知識人階級によって聖書に次いで、多く読まれてきた書き物である。全20巻からなる。ヨセフスはユダヤ古代史の序文にて、この大きな仕事を成し遂げるにあたっての動機を、以下のように記述している。さて、 私が今回この新しい作品を書こうと志したのは、それが有益なものとしてギリシア語圏社会から好意的に迎えられると信じたからであるが、その根拠は、それがヘブル人の文書から翻訳された、私たちユダヤ人の古代史の全部と統治原理に関する一切を包含しているためである。ヨセフス研究家であるヘルドマンは、ヨセフスの時代にルフしていた。 ユダヤ人に対するいくつかの誤解について、焦点を当ててヨセフスの執筆動機を説明している。すなわち、ユダヤ人には偉大な歴史上の人物や、信頼できる歴史が欠落していると考えられていた。彼らはまた、非ユダヤ人に対する敵意を内に隠していると非難され、一般的に忠誠心や権威に対する尊敬、事前の気持ちに書いているとも思われていた。 このようなローマ帝国によるユダヤ人に対する激しい非難を受け、ヨセフスはユダヤ氏のギリシア語版を提供しようと乗り出したというように解説される。イーグもまたユダヤ人に対する敬意と同情を非ユダヤ人たちから引き出すことがヨセフスの執筆目的だったと説明している。ハタ号兵は当時のオリエントからローマまで広く共有されていた。 古い歴史とその歴史からの連続性を持っている民族は後期であり、歴史の浅い民族は非戦であると考える。歴史意識がヨセフスを天地創造からユダヤ戦争まで途切れなく続くユダヤの歴史の執筆に向かわせたとしている。このような目的を達成するため、ヨセフスは聖書物語において特定の記述を省略し、ギリシア的な内容への書き換えすら言った。例えば、 聖書物語でモーセは、ヘブライ人を救うためとはいえ、エジプト人を殺害してしまったために、ミディアンへ逃れざるを得なくなったが、ヨセフスはこのエピソードを、遠征で実績を上げたモーセに嫉妬した、エジプト人たちとその王が彼を殺害しようとしたために、ミディアンへと逃れたのだと改変している。他にも、で、エジプトにおいて、後悔で神の奇跡によって救われた後にモーセと、イスラエルの民が歌った。 海の歌は、ヨセフスのテキストにおいて、完全に省略されているが、その代わりに古代、ヘブライの因律よりもむしろ、キリシア的な六本格の死をモーセが神に捧げたと、記している。別の例として、異教徒の反ユダヤ主義に対する懸念から、ヨセフスは、シナイ山における、イスラエル人の記述から、金の格子に関する逸話のすべてを省略している。これは、 ユダヤ人が神殿でロバの頭を崇拝しているというアレクサンドリアの反ユダヤ主義者による抽象の裏付けに聖書の記述が利用されるかもしれないとヨセフスが恐れたためであると示唆される。このような抽象はヨセフスのアピオンへの反論に80のみならずタキトゥスの同時代史を4やディオドロスの歴史草書などにも見られ当時広くる伏していたと考えられている。 フェルドマンは、ヨセフスが、アロン系の司祭集団に属していたことに着目し、アロンの失態である金の孔子の逸話の翻訳は、都合が悪かったのだと指摘している。類似の例として、創世紀第35章に記されている、イスラエルの祖であるヤコブの長シルベンが、ヤコブの目掛けであるビルハとの勘引を犯した事件も、また、都合の悪い修文的な事件として割愛されている。さらに、 ヨセフスは古代史第12巻の大部分を割いて70人約聖書の翻訳事業について記述しているが、これは当時のエジプトオプトレマイオス2世がユダヤ人に対して寛大な文化事業を行ったのと同様に、ローマ皇帝にもユダヤ人に対して寛大であってほしいという誓願の意味が込められていると考えられている。また、ヨセフスはその記述の史実性を ローマ人へとアピールするために、当時のローマ世界で知られていた、聖書外の資料を広く参照し、それらを傍証として利用した。例えば、洪水物語においては、カルデアの神官やシリアの歴史家ダマスコのニコラウスの言葉を引用し、幾人ものエジプト人著述家の名を挙げて、彼らも、また同様に、洪水物語を書き残していると述べている。また、 ネブカドネザル2世によるバビロン補修時代の辞席に関してもベイローソスのカルデイヤ氏からの長大な引用を含めているこうしたヨセフスの引用によって現存しない文書の内容についてある程度だが手がかりになっているユダヤ古代史の特徴として聖書では時間の流れが前後しており話の筋を追いにくい部分が時系列順に並べ替えられていたりでエジプト紀後半から レビキにかけて長々と説明される、煩雑な宗教的規定を列挙せず簡潔にまとめたり、ローマ人が好むような語源的説明を、個々の言葉に対して加えたり、単に時系列順に淡々と語るのではなくヨセフス自身の創作と考えられている、演説文を各所に挿入して、物語に起伏をつけるなど、ヒユダヤ人である、キリシア人やローマ人を読者として意識した作品となっている。 このような著者が創作した演説文を登場人物に固くして語らせることによって盛り上がりを作る手法は、紀元前5世紀の歴史家、トゥキリデスの時代より歴史記述家たちが一般的に行っていた手法であり、例えばヨセフスとほぼ同時代の歴史家、タキトスの同時代史においても登場人物が語る演説を重要な局面で劇的に挿入するという手法が使われている。 ヨセフスのユダヤ古代史は、旧約聖書と新約聖書の間の中間時代をつなぐために、不可欠な情報源である。ユダヤ古代史には、フラウィウス証言として知られる記述を含むイエスについての同時代的な記録が含まれており、この記述の真偽性などめぐって激しい論争が繰り広げられている。フラウィウス証言と呼ばれるイエスに関するわずか八分からなる簡素かつ、 称賛的な記述が第セベンティン関三章三節に収録されている。さてこの頃、イエススという賢人実際に彼を人と呼ぶことが許されるならばが現れた。彼は奇跡を行うものであり、また、喜んで真理を受け入れる人たちの教師でもあった。そして多くのユダヤ人と少なからざるギリシア人とを消えさせた。彼こそはクリストスだったのである。ピラトスは、 彼が我々の指導者たちによって告発されると十字架系の判決を下したが最初に彼を愛するようになった者たちは彼を見捨てようとはしなかった。すると彼は三日目に復活して彼らの中にその姿を見せた。すでに神の預言者たちはこれらのことやさらに彼に関するその他無数の共感すべき事柄を語っていたがそれが実現したのである。なお、 彼の名にちなんで、クリスティアノイと呼ばれる族は、その後現在に至るまで、連綿として残っている。ユダヤ古代史代セベンティン関三小三節これの、真偽については学者ごとに、真実性を認めるものから否定するものまであり、真実としてもののキリスト教徒による過失があったのではないかともしている学者もいる。一例として、イエスの話自体は、元からあったが、 後半部は過失という立場を取るエミール・シューラーの場合、イエス・キリスト時代のユダヤ民族史の第2期第17節、補説2で以下のように解説をしている。しかし、ユダヤ戦記には、一切イエスに関する話がないこと、賢人王ヨセフスは皮肉の意味ではほぼ使わないので、イエスが暴動を煽動したような記述ではなく、むしろ、ヨハネやヤコブの処刑のように、 イエスが処刑されたという行為が騒ぎになったことでは、内科とシューラーは結んでいる。また、上記の記述のしばらく後には、先霊者ヨハネやキリストと呼ばれたイエスの兄弟ヤコブなどの話が出てくる。ヨハネの方はヘロデが義父である、ペトラ・オアレタスとの戦争で全軍が壊滅してしまったという文脈において、それがユダヤ人の中の心ある人々にとっては、 神の意志に基づく復讐劇のように思われたという書き出しで、その理由として、ヨアンネスという人望を集めた善人が不穏分子と思われてヘロデに処刑されてしまった経緯が記述されている。ヤコブの方は、ユダヤ総督フェストスが急死して、公認の総督アルビノスがユダヤに来るまでの間に、就任から間もない大祭司アナノスが請求で裁きの、 点で冷国無常だったため総得不在の今を絶好の機会と考え、ヤコブを立法を犯した角で訴え周知で処刑したというもので、後日これを問題視した公正さや法律現守を重んじる人たちが、アグリッパス2世にこれを密告したり、アレクサンドリアから向かう最中のアルビノスにこれを連絡したので、アナノスは非免されたという締めになっている。 ユダヤ古代史の現存するギリシア語写本の中で最も古いのものとしてバチカン図書館に所蔵されているパラティヌスコデックスがある。9世紀から10世紀のものとされており、第11巻から第17巻までの部分が含まれるが破損箇所が多く判読困難な部分が多い。完全なギリシア語の写本としては11世紀のものがあり、それはミラノのアンブロジアーナ図書館で、 アンブローナネス370として保管されている。第11巻から第20巻までの後半部分が含まれており、文献学者らは他の写本との一致性などから、このアンブロシウス写本を信頼性の高い写本であると考えている。第1巻から第10巻までの前半部分が含まれる、ギリシア語写本としては、14世紀のパリ、レイギウスコデックスや15世紀の オックスフォードコデックスが信頼性の高い写本として知られている。ユダヤ古代史は伝統的に五巻ごとの四分割や前半後半十巻ごとの二分割で保存されてきたため、古いギリシア語写本で第一巻から第二十巻までの全てが揃っている、ものは現存しない。書籍の内容を書き写す写本という形で複製が作成されてきた以上は転写の段階での欠落。 脱文、修正、過筆、削除などによる本文テキストの変化が不可避であるが、他の文献にユダヤ古代史の本文がそのまま引用されていたり、本文の一部を抜き出した抜粋版が作成されたり、他の言語に翻訳されるなどによって、より古い形のテキストが保存されている場合がある。最も初期の翻訳として、5世紀初めに翻訳されたラテン語版があるが、 その翻訳者が誰であるかは分かっていない。このラテン語版とは別に、カッシオドルスの命によって翻訳されたラテン語版も存在し、その多随時ギリシア語から、ラテン語への翻訳が行われていったと考えられている。このラテン語版は、ギリシア語版写本が転写を繰り返すことにより、脱落してしまった本文を補うために利用されてきた。1456年に、 グルテンベルク聖書が発行されてから14年後の1470年には、ラテン語版ユダヤ古代史が印刷技術によって発刊され、それに引き続きヨーロッパ各地で印刷されたことで、ラテン語版ユダヤ古代史は広く普及した。ラテン語版に遅れること74年、1544年に初めてギリシア語版が印刷、発刊されると、ラテン語版は、 次第にギリシア語版に置き換わっていった。最も著名な役所の一つに、1737年に、ウィリアム・ウィストンによって英語を訳された、ヨセフス全集があり、英語圏においては英訳版といえば、ウィストン訳を指すほどだったが、当時はまだ信頼できる、ギリシア語の定本が利用できなかったこともあり、過大評価であるとされている。より近年の英語訳としては、 ローブクラシカルライブラリーに含まれる H 作家例、およびラルフ・マーカス、ルイス・フェルドマンによる訳などがある。日本語訳としては1979年から1984年にかけて山本書店より刊行された旗号兵によるものを及びその後刊行された再編版がある。ありがとうございます。